スノーマン・佐久間大介、ジャニーズ校難易度、ダンス曲国白みだに、あそこに到達しているジャニーズはいない。スノーマンの佐久間大介が7日放送のフジテレビ系バラエティ番組ポカポカ毎週月曜金曜昼11時45分に再出演。ジャニーズの中でダンスが難しい楽曲を明かした。 佐久間大介、ジャニーズ史上一番難しかったダンスは、ジャニーズの高難易度ダンス曲として少年隊の仮面舞踏会を挙げた佐久間。少年隊が踊る同曲のクオリティがジャニーズ史上ナンバーワンだと絶賛した。そして映像が映し出されると佐久間は次々と解説を入れつつ興奮した様子で未だにあそこに到達しているジャニーズはいないんですよ、とコメント。 自身も踊る機会はあるとしながらやっぱり勝てないとし安定した歌や単純な動きもかっこよく見せる技がすごいと様々な角度から熱弁していた。またグループとして一番難しかった曲を尋ねられると佐久間はラウールとのユニット曲ベースボンを上げラウールと苦戦してましたと告白。なお同曲のミュージックビデオ撮影までわずか3日しかなかったとトロしたが詰め込みました。 ジャニーズ史上一番難しかったと振り返っていた。